いじめてしまった彼女は悪かったけれども、一つすごかったことがあった。それは、いじめてしまった彼女は、いじめた子のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんに一人で謝りに行ったんですって言ったんです。めっちゃ感動したのが、はい、村長さんにこの話をみんなに伝えろっていうふうに言われて、はいはい、今、1万何千人に伝えましたっていうところでもうめっちゃ泣いちゃって。嬉しいです。今日がね、ちょうど今日もカウントしていいのであれば、うん、1万2047回目なんです。すごいですよ、はい、アナログで話した回数をリアルで話した回数をカウントして言ってきてほしいっていう。感謝を伝えるということは、はい、具体的な思いを伝えること、はい、感動する話がありまして、うん、ある学校の中学校に行ってお話し会してた時に、中学校2年生の女の子に会いまして、はい、僕の話を聞いてくれたんですよ。その子は友達が一人もいない子で、うん、でみんなから変わった子って言われていて、うん、ずっと一人ぼっちだったと、うん、彼女はどういう子かというと、お昼休みとか休み時間になるとグラウンドに出て校庭に出て、うん、虫とか草花とかお天道様と会話してる子だったんですよ、うんうん、僕は素敵やなと思ったんですけど、うん、思春期の多感な女子中学生からすると、うん、不思議すぎると、うん、みんな近づいたらあかんでって言われてたそうなんですよ、うん、で彼女はずっと一人だった。僕の話を聞いてくれた時に、あ、そうだと、いつも通っているお花屋さんに感謝の気持ちを伝えに行こうということで行ったそうなんですね、うん、ほうほう。そしたら女性の店主で、うん、でありがとうねって、そんだけ言ってくれるんやったらお金は渡せないけれども、うん、お花をプレゼントできるから、うん、もしよかったら週末でも祝日でもここに手伝いに来るって言われたと、うん、ほうほう。でその女性の方は、例えばタンポポの根っこにはこういう効果があって、うん、こういう成分があってっていう効果効能を私は伝えることができるから、うん、ここに学びに来るって言われたらしいんですよ。ほうほう。で彼女はね、通うようになるんですね、うん、すると人っていうのは不思議なもんで、知識が溜まってくれば溜まってくるほど人に話したくなるんですね、うん、で彼女はある日からお花屋さんからもらったお花を机の上に並べて、学校の、うん、でこの花にはこういう効果があってってぼやくようになったんですね。ほうほうほう。で数ヶ月前にもう一度彼女の学校に行ったら、なんと彼女の周りには女友達であふれかえっていたんです。すごい。で一人の女の子は僕に言ってきました。お話し会をした後に、うん、実は私が犯人でしたって言ってきたんです。一人の女の子が、私は彼女の中にある素晴らしい素敵な部分を1ミリも理解してあげることができなかった、うん、で私は本当に失礼なことをしてしまったから彼女に謝りに行ったんですって言ってくる子が一人来たんですよね、うん、でその当時の担任の先生、男の先生でも僕に話しかけていたんです。たまたま会うことができて、実はあの時俺も問題があって、俺は教師なのに担任なのに見て見ぬふりをしていたんです。なので俺もみんなの前で謝ったんですって先生が言ってくれたんですね。いじめてしまった彼女は悪かったけれども、一つすごかったことがあった。それはいじめてしまった彼女は、いじめた子のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに一人で謝りに行ったんですって言ったんです。それを聞いた時に、中学校2年生の女の子、13歳14歳の子が自分が悪いことをしてしまったというので、木曜日か金曜日って言ってましたけれども、学校終わり夕方家に帰るまでにまた違うルートをたどって、彼女の家に行って、実際住んでる家に行って、その子のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに頭を下げに行ってるんですよ。でできないよね。できないですよね。で先生もそれを聞いてたと、で謝りに今から行くと、いやでもこれは俺の問題でもあるから先生も一緒に行かしてって言ったと。でも先生がついてくると私の本当の思いが伝わらないから私一人で行くって言ったんですよ。言葉にはすごく強さがあって意志が強かったらしいんですけど、手はもすごい震えてたそうですね。怖かった、やっぱり体が。そのいじめてしまった子のお母さんもすごく心配だったそうで、いや私が育てたっていうことに問題があるから私も一緒に行かせてって言ったと、お母さんも。でもお母さんついてこないで、私の問題だからって彼女はね一人で行ってるんですね。で先生は工房のとこで送ったらしいんですけど、ものすごく震えてたそうなんですよ。でもこれは自分がちゃんとけじめをつけないといけないということで、13歳14歳の女の子が一人で彼女の家族全員に頭を下げに行ってるんですよ。でそこからその学校はどんどんいい方向に変わっていくんですけども、僕は一つだけね気になってたことがあったんです。それを聞きました。それはね、いじめたその子から許してもらえたのって聞いたんですよ、うんうん、そしたら
許してもらえたんです、しかもお花に例えて許してもらえたんですって言ったんですよ。ほう、人にも個性があって特徴があるように、お花にも個性があって特徴があってね、春しか咲かないお花、夏しか咲かないお花、秋しか咲かないお花、夜しか咲かないお花っていうのがいるでしょ。だから人にも個性があって特徴があっていいからね、私はあなたのことを一切悪くは思っていないからね、素直な気持ちを伝えてくれてありがとうって言われたそうなんですよ。すごいですね。でもう魂の何周目なんでしょうねっていう。でそれを聞いた時に僕は大人も子供も素直であることが大切なんじゃないかなっていうふうに思ったんです。結構子供から教えてもらうこと今すごく多くてですね。ですよね。すごくピュアで。いやーめっちゃいい話。そうなんですよ。でそこからその段ボールの話になるんですけど、でその僕が住んでいたアフリカの小さな200人の村、文字村っていうのは伝え方がすごく丁寧なんですね。例えば僕は段ボールがある日欲しかったんです、それは自分が描いた絵を丸めてロールして段ボールに入れて日本に送りたかったんで、で村人にどこに行ったら段ボール手に入れるって聞いたら、ここの村にはないからバスで1時間半離れたところにある小さなスーパーに行ったらもらえるかもしれへんでって言われたんで、バスに乗って行ったんですね。1時間半かけて、そしたら30歳ぐらいの男の店主がいて、何しに来たって言われたんで、いや段ボールが欲しいんやけどって言ったら、あ、分かった、そしたら俺取っておくから2週間後取りにおいでって言われたんですね、で2週間後取りに戻ってきたら、あげたって言ったんですよ、いやありえへんありえへん、僕があまりにも腹を立ててたんで村長が僕に言ってきたんです、証言どうしたって。僕はいや段ボール取っとくって言ってたのに誰かにあげよったんやってありえへんやろって村長に言ったんです、そしたら村長が何を言ってきたかというと、あ、そっか、証言よりも思いが強い人が出てきたんだねって言ったんですよ、どういう思いで段ボールが欲しいのかっていうことを丁寧に伝えることで、その愛の波動っていうのがちゃんと渡っていくんだよってことを村長が教えてもらったんです。それでの夜ですよね。そうなんです、村長が言ってきたのは、本来日本人っていうのはものすごく日常丁寧に生きていて、日常にあふれる小さな喜びを拾い上げるプロだったって言ってるんですね、それは何かというと、息を吐く時の自分、そして息を吸う時の自分に当時の日本人はものすごい喜びを感じていたんだよ、つまり何かというとね、あなたたちは本来自分たちがやっていた所作っていうのをとことんまで愛していたんだよ、だから本来日本人っていうのはものすごく自己愛が深くて自己肯定感が高かったんだよってことを言われました。江戸時代の末期とか明治とかにこう人が海外の人が入ってくるようになった時に、驚いたと、日本を見て、みんなニコニコしてて、みんなが幸せそうで、素直、でじゃあ素直ってなんだろうなと思ったら、思ってることと表情が一致しているっていうことを素直っていう、なるほど、っていうのを聞いた時に、あ、やっぱり我々は大人になるに従って、まあ、世の中、いわゆる世の中とうまくやっていくために、真逆の表情をすることもあるし、思ってないことを逆に今度言ったりすることもあるし、ってやってるなと思って、まず自己満足ありき、まず自分がハッピー、からの誰かを幸せにする。そうですね、調理を見てるとヒヤヒヤするというんですよね、なんでって聞いたら、自分の心を置き去りにする瞬間をよく見てるよ、どういうことっていうふうに言ったら、困っている人を見つけたら今すぐ駆けつけて助けてあげたいという優しい気持ちはすごいね、でもね、証言、世界中の人の心の中には喜びのグラスっていうのがあるんだよ、その喜びのグラスが水でいっぱいになって満たされて溢れた分で人に愛を注いだらいいのに、今の証言の心の中のグラスの水はすり減って枯渇しているってことを言われたんですね、この世の中で起きる全てのトラブルの原因っていうのは、この水がすり減ってる人たちが誰かに何かをやってあげようとした時に全てのトラブルが起きるんだよ。あなたの周りにいる大切な人のことを幸せにしたいのであれば、まずは自分の心を喜びで満たそうねってことを言われたんです。本当そう思う。なんかこう自分が満たされなくて、人にハッピーになってもらいたいっていうよりは、嫌な思いをさせてやろうと。って思うその発想の種はどこの地面に割ってるのかなと思ったら、やっぱり自分がハッピーなじゃないっていうことだなって、そう思います、文殊村に行くわけじゃないですか、
きっかけになったのは雑貨屋さんで絵を見ていくわけじゃないですか。一枚のペンキ跡に出会って、それがティンガティンガという絵で、ティンガティンガ、はい、で6色のペンキで描いて、すごいあのエナメルペンキの色鮮やかな走りが目に飛び込んできた瞬間、脳天を直撃しまして、これで生きていくやろって言われた気がしたと。よし生きていこうということで、うわいいなって思えるものに出会う時って来るのだろうかという、自分はこう生きたいっていうのを持ちたい、それを一つでも見つけたいっていうのは常にずっとあったんですよ。本当にこの本、あの編集している時に、みんな作ってる時に、もうまさに僕の中ではもうゴーがずっと流れてたんですよ。クルパーが勘違いかもしれないけれども、自分が本当にやりたいよ、こう生きたいよっていうことを空に向かって叫ぶとか、俺は何者なんだっていうその疑問とかももう大声に出してもう言っちゃうっていう、なんかそこがなんか僕はすごくなんか通じてるんですよ、僕の中でだけですけど。芸能界だけとってもすごい変わってきてて、世の中もめっちゃ変わってきてて、ってなると価値観もすごい変わってくるし、はい、でそれに合わせて言葉も変わってきて、だけど日本語ってどこまで変わっていっても後半に母音来るやつだから、そうですよね。だからなんだっけ、あのなーとか言ってみる。ああ、そう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 です。あの僕が村に入ってから、証言の日本語を聞くという時間が週に30分だけですけど、生まれたんです。何でもいいから、そう今日あった出来事をとにかく話してと。関西人なんで、あんなーとかって言ってたら、そのあんなーのなーを、あーをもう一回言って、なーを本当にもう冗談抜きで癒されるって言うんですよ。彼らから言わせると愛の言葉って言うんですよね。愛の言葉。だから日本人は自分をめでるときに心の中で言うんじゃなくて、日本語を話せるんだから話しかけたらいいんじゃないのって言うんですよ。日本語のなんか持ってる響きっていうのと、あと証言がそのなんかなんていうのシンプルだから、すごいこう、でももはや俺は文治村村長の言葉は証言がの言葉だと思ってるし、なんでかっていうと証言が腹に落として喋ってるから、なんかそれさ誰が言ってた言葉でしょとは思わないのは、正元君がちゃんと喋っててくれるから、ちゃんと伝わってくるから、だから多分俺は会いたいと思ったし、ありがたいです。今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございました。やっぱり俺間違ってなかったよな、このままでいいんだっていうのを思わせてくれるあの本でもあるし、かぶってくるようなメッセージっていうのもたくさんあるなっていうのを改めて感じました、はい、根っこが一緒っていうか、咲いてる花は窪塚洋介って花が咲いてたり、正元って花が咲いてたり、そこの根っこを共にできるような人たちがどんどん集まってると思うし、どん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 時代はすごいスピードで変化してると思うし、何より自分を愛して人を愛すことだったりっていうのって全てに共通する、幸せに暮らしていくための絶対条件みたいなものなんじゃないかなっていう気もしました、はい。